今日すごいドライアイなのよ。ほっぺが赤い。マスオさん、ヤスベイさん、インジョーさん、キヨ兄さん、ヤスさん、ヒノティソさん、トモさん、ザッキーさん、ヒョウさん、アマグリクリちゃんさん、チョウちゃんさん、ハヤトさん、アッキーさん、カズキさん、タクミーさん、アヤさん、テツオさん、青色大好きさん、ヨッシーさん、スカピーさん、カピバラさん、坪井祐介さん、こんばんはこんばんは、こんばんは、こんばんは、ビアンさん、こんばんは。そう、お風呂上がりでホテっとるかも。めっちゃお風呂長風呂したわ、久々。金曜日はいいね。カメさん、こんばんは。そうなの、5枚目は撮影とかに行けないので一旦延期ということで、ちょっと残念。 SY さん、こんばんは。イズチャさん、こんばんは。ツモさん、こんばんは。サトちゃんさん、こんばんは。今日は学校だよ。お腹が鳴った。今日は学校だよ。晩ご飯はもやしとお肉の炒め物のやつ。えのもやしが好きなんですよ。ちょっと変わっとるじゃろ。もやしが好きで、もやしだけでも食べれるの全然。弁蔵さん、こんばんは。エイコーンさん、こんばんは。風呂上がりだ。今日のスチューデンツフライケーキ出るよ。そうなん？そうなん？平田おじさん、やー、 STU 大大大好きさん、こんばんは。喉の調子は良きですよ。マスオさん、50ユネーナありがとう。川松ユナさん、おすハンドクリーンハンドクリーン、あ、袖につきそう。これはついたか、もしかして。ついたな、絶対。冷たくなっちゃった。かわいいかい、今日。やった。ふん、やった。もやし好きなのよ。たくみんさん、50ユネーナありがとう。塾ファイト。ゆみりん、配信で生のもやし食べてた。もやし好きなんよ。もやしと、生姜焼きのタレみたいなので混ぜたやつが好き。小沢さん、こんばんは。青さん、こんばんは。時期2年生になったよ。ゆなゆなと当たる前に南ゆりのちゃんと当たってしまった。そうなん、ゆりにゃん。え、ゆりにゃどんな声なん？メンバー全員聞きたいわ。ゆな、爪にもニビアを塗ります。めっちゃ白くするの。照れてるの可愛い？
やすべさん50円なのありがとう。ゆなちゃん知ったの大きな声で言えないけど JC2 中2じゃん。そうだね中2早大人になりましたよゆなも。ザーさんこんばんは。こうそう絆創膏いつもやめれん。音出してなかったからわからん。そうなん聞いてないよ。ゆうなの声は知っとるけど他のメンバーの声はわからん。当たったことがない子はわからん。ん？違うよあれは推しメンのカードのやつでだからユリニャのカードが出ないとダメなんだよ。めっちゃ下にするやんってね。ギリギリまで下げる。ほっ。もやしはママが作ってくれるの。炒めてるの。爪にニベア塗ると逆毛とかカサカサなくなっていい感じよ。しいちさんこんばんは。村上さんハロー。やすさん50円のありがとう。いずちさん50円のありがとう。かめさん50円のありがとう。星したときロードバイクで爆速しなくなったら大人だよ。なんだろう子供か子供かよ。ゆりにゃそう虫は安いらしいね。賞味期限すぐなん。そうなん髪がパサパサなのよお風呂上がりは手のニベアを塗る。ちょっとしっとり。今日はパジャマ配信でございます。もうお風呂入ってるように絶対パジャマなのよ。中間の服がない。制服お風呂パジャマショールームするときは先に着替えてからパジャマだけど。髪長くなったなゆうな。長くなったよ伸びたわ。いややさんのカードあるけどセットしてないほうなん。しんいちさん50円ないのありがとう。そうお風呂上がりでほっぺが真っ赤。こうやってやったら余計垂れ目わかるね。なんかいつでも夜は垂れ目。釣り目いやだん。トマキさんがこんばんは。こんばんは。タマモンさんこんばんは。タカさんこんばんは。部屋着はなんか変なトレーナーとかしかない。いつものやつ。手のマッサージ。ここにね映っとる僕がライトのやつが。クレイジーさんこんばんは。垂れ目だよ。あ今日も9時ぐらいまででございます。あと15分ぐらい15分20分ぐらいか。充電がないのとちょっとやらないといけないことがあるので
今日でも学校のことじゃないよ。 STA のこと。ともあきさん50以内のありがとう。ユナイテッドさんこんばんは。ほんわかたれ。初望の福岡さんこんばんは。ワンバンコヤッホン。部屋着はあれだよ、いつものトレーナーだよ。でもお風呂入ったらもうパジャマ着たい人、部屋着を着てまた着替えたくない人、着替えるのが嫌いな人。白眼鏡さんこんばんは。 STA 大大大好きさん50円台のありがとう。高校ね、休校になるとこはあるよ、何個か。 STU 活動あるって聞くと安心する。ほんま？あ、でもなんかあれじゃないよ、イベントとかではない。あの LINE も送らないといけない、マネージャーさんに長文を。長文でもないけど、まあいつかサイトかツイッターかなんかにアップされると思うからお楽しみに。りょうたさんこんばんは。クレイジーさん50ユネーナありがとう。アーツさんこんばんは。いや楽しいよ、手のマッサージ中。これやりよったけん多分指は細い方なんですよ、細長いの。やった。男気さんこんばんは。細長くない？でも一人で見るとそうでもないんかな、長いのよ手が。でかいね、この手のひらが。糸右衛門さんこんばんは。川間っていうなさん50ありがとう。50言うなよな、混ざっとる。なんでだろう。ランディーオートンさんこんばんは。指がでもなんかもうちょっと細くしたい、シュラッとしたい。今日前髪いい感じじゃない？長すぎず。治った画質よかった、大丈夫。どう前髪。このちょっと長いの。みんなこんばんは。誰が来てくれた？みちゅの月見ちゃん商品化して発売されたのみたいね。さっきサイトを見たよ、一瞬だったけんちょっと詳しくは見れんかったけど、福田あかりさんのなんか名前が入ってるやつと、三日月と、あとなんか細長いの。ヒゲじいしんちゃん先生こんばんは。やっほー。なるみさんこんばんは。すっぴんだぞん、おやすみ。ランディーオーターさん対戦したね。前髪ゆきやった、長すぎず短すぎずじゃない、もうちょっと短いぐらいが好き。もうちょっと、ほんと
この眉毛と目の間が好きなのよ、ゆうなは。おんまゆにするとね、すごい幼くなるし、長くすると暗くなるし、だから。ソルさん、こんばんは。やったー。お、なるみさん、ありがとうございます。13日、ありがとう、こっちか。てるいさん、こんばんは。お疲れ。ゆうのルームしか楽しみがない、ほんま。テレビ今、いっぱい再放送とかしようんじゃない。ホリちゃん、こんばんは。そう、前髪ね、なんかいろいろ試した結果、この間が一番いいことが分かった。おんまゆにするとほんまに子供っぽくなる。小学生ですかみたいになるけん。やすさん、54年のありがとう。テレビ面白くない？ほんと？確かにね、ニュースはコロナばっかりだよね。それは最近ユダを見て思った。ドラマとかしおらんのかな、お昼とか。広島も今週末は外出自粛要請が出たので、お家にいます。スチューデンツ録画したの見て。ほうな、みんな子供じゃないもん、もう大人だもん。神てるさん、こんばんは。おんまゆ、おんまゆね、眉はこんな一気に子供感まずくない。お眉はいやんよ、恥ずかしいわ、恥ずかしいわ。お昼はお仕事か。ゆねえながラジオにいつ出るのか楽しみだ。あれ、あれかな、名前順かな、次私詰め切らなきゃ。私16日かな。だいちゃるさん、こんにちは。小学生になるでしょ、だからダメ、小学生子供っぽくなるのよ。貴重、貴重画像。いやいや、そう、お家で宿題いっぱいしときます。子供じゃないもん。来週ラジオかな、名前順かな、近所のおてんば。でこ出しは言うのよくするよ、全然するよ。でこ出しなんかこの前もしたよね、一回。川又は二人いるよ、川又はアンナちゃんとユーナ二人でいるよ。来週かな、早く声ラジ出たい。だってミリアちゃんパセリって来たらユーナ、ユーナ分からんけど。普段でも中学生ってもう
高2だよ高2、2年生になったよ。削除したのかい。そう、出る日は、声ラジ出る日はお便り待ってます。ゴキザリ、ゴキザリーさん、こんにちは。ハロー、みそかつじいさん、こんばんは。乗っ取ったんゆうな。じゃあ来週かな。部活女子か。キロン。部活の時だっていうのずっとここら辺から、ここら辺に長いのがあるんですよ。この長いの全部取って、こうやって、もうちょっとあるね絶対、分からんけど、取ってこうやって全部くるってくるくるしながら、こうやって前髪上げよった。ピンで止めとった。くうかちゃんが YouTube 動画結構上げ、あ、 YouTube 動画結構上げてるからお家で過ごすにはいい。ほんま？ゆうなもじゃあいっぱい見よう。そう、川又はゆうなとアンナがいます。名前もちょっと似とるよね。アンナゆうな、ゆうなアンナ、なんでだろうね。本当にたまたま、びっくり。もぐもぐってた禁止になったん？ついつい。この時期は保湿大事よ。乾燥は敵だわ。保湿をたっぷりする。そろクイズになる？まだあるか、時間。またイヤホン置いてきちゃった。置いてきちゃった。ニベアが登場。あ、飛んでいった。最近めっちゃ洋楽にハマってる。取れないものを投げません。ニベアさんがかわいそうです。ちゃんとカバンに入れて、カバンポーチに入れときましょう。ディズニーチャンネルの洋楽にハマってるの。 If you wanna cry。 英語が好きなのよ。クーヌンさん、こんにちは。ありがとうございます。はじめまして。あ、そうよ、ルームフォローが2402人様行っておりまして、始める前は2400人突破、イエイ。ありがとう。みのりゅうさんかわいい、ありがとう、ありがとう。 I'm new fanゆうなさん、フロンタイ、タイからファンです。ありがとうございます。ディズニー映画のお掃除の歌、なんだろう、ディズニーチャンネルのキャンプロックとかハイスクールミュージカルとか、いろいろハンナモンタナとか、昔よく見てたのを今は最近 YouTube で見るの、曲を。今はちょっと英語がわかる。クーヌンさん、ありがとうございます。初見さん来てくれてありがとう。2400、あ
ありがとうございます。そう、しかもさ、七並べもさ41位になりまして、今1位上がりました。30代まで上がれるかな。頑張れよ。あ、いた、カバン、かわいそう、ごめんよ。明日いつしようかな、七並べ。朝は多分早起きしないから何時だろう、8時とかかな、8時9時朝やって、朝やって夜やってって感じかな。明日も七並べで会いましょう。パセリがモバメで来週のラジオは私の推しメンが出ますって言ってた。みなちゃん可愛いって書いてたよ。パセリありがとう。パセリ大好き。ハッピーをワーキングさん、魔法になんだっけ、あれ魔法にかかってかけてなんだっけ。明日の昼間はダメなの。何時からしようか。今日も終わったら多分何回か並べてるから一緒にしよう。リナ来週なのね、知らなかったわ。了解、来週です。小屋寺来週っぽいです多分。それではスペシャルギフトくださった方、お名前をお呼びします。お返事ください。なんか可愛い、これイースター。キヨ兄さん、はーい。甘栗くりちゃんさん、はーい。231さん、はーい。哲夫さん、はーい。亀さん、はーい。よ、ピンクのもあるんじゃん、かわいい。ゆまぽんさん、次の朝がやってくるまで。スケモンさん、はい。あれか、暗闇。次の朝がやってくるまでに今待ってるものを捨てよう。わかんないや。ヤスさん、はーい。イタイモンさん、はーい。マスオさん、はーい。ヒゲジーしんちゃん先生、はーい。ビッグボスさん、はーい。 STU 大大大好きさん、はーい。以上、ギフトありがとうございます。ありがとう。9時になったね。よし、ランキングいきますよ。ケニーさんこんばんは。ランキング13位、哲夫さん逆だった。13位哲夫さん、はーい。12位ビッグボスさん、あ、変わった、もう一回。13位カズさん、はーい。12位 SY さん、はーい。11位マスオさん、はーい。10位クレイジーさん、はーい。9位タカさん、はーい。8位231さん、はーい。7位糸右衛門さん、はーい。6位アッキさん、はーい。5位 STU 大大大好きさん、4位あやさんじゃなかった、4位川俣優奈さん、はーい。3位あやさん、2位なるみさん、はーい。1位ゆまぽんさん、はい。ありがとうございます。ルームフォローありがとうございます。本当に皆さん2400人様超えました。これからも初見さんはルームフォローをお願いします。また遊びに来てね。ゆなゆなでございました。
団長の皆さんありがとうございます。それでは最後に皆さん、はーい、おやすみ。ゆなゆなでございました。ありがとう。おやすみなさーい。バイバーイ。5 4 3 2 1。かわまったねー。おやすみ。